スエビ族、スエビ族、ア、は、古代ヨーロッパの民族。スエビ、スエボス、シュエビ、スウェービアとも呼ばれる。タキトスのゲルマーニアに言及があり、いわゆるゲルマン系に属する民族として描かれるが、ケルト系の説もあるなど、その民族系統は不明である。スエビ族はもともと、バルト海南部を古地とするという。ローマでは、バルト海南東海域が、スウェビの海。 メアスエベカムと呼ばれた。起源前からゲルマニアに住み、ローマ領やガリア、現在のフランスの地へ侵略を繰り返した。ローマでは、民族移動時代の前では、ゲルマニアに住む民族のうち最強の民族として知られていた。帝世紀に入ってからもたびたび侵略し、スエビ族らの攻撃を防ぐため、ローマ帝国はリーメスを建設する。カエサルのガリア戦記第1巻には、 最大のライバルの一人として、スエビ族長アリオイストゥスの名が残されている。紀元前71年頃に、アリオイストゥスは、多くのゲルマン人部族を率いて、内川を渡りガリア人の戦争に介入。ガリア内に一大勢力を築き、ローマとも関係を持った。紀元前58年に、ガリア人から救援依頼を受けガリア遠征を開始したカエサルと衝突。 ボセグスの戦いで惨敗して、ゲルマニアに敗走した。その後、彼が再びガリアに侵入することはなかった。ガリア戦記における、スエビ族は、文明を知らぬ、野蛮人であるが非常に体が大きく優で、戦闘に優れた民族であると記されており、グドンなどの形容はされていない。また、アリオイストスが12万人と称する多数の、ゲルマン人や部族を結集し自ら指揮を取ったことは、 当時のゲルマニアにおける、スエビ族の優位性と指導者の権力の強さを、伺かがわせる。アリオイストス率いるスエビ族やマルコマンニ族のライン川やエルベガー方面への西方移動は、マルコマンニ族の王国の終焉を示す資料が、ボヘミアで見つかっていることもあり、その始まりから考古学的に追うことが可能である。豊かな服装品を持つこれらゲルマン人の墓は1930年代に、 中林源州でも発見されている。ゲルマン民族の大移動の時期、一部のスウェビ族は、陸路、あるいは、カイロから、イベリア半島のガラエキア、ゲンガリシア地方に411年に定住し、409年から585年、ガリシア王国を築いた。419年に、アラン族とバンダル族を追放し、原住民やローマ人とガラエキアを分割し、 農村地帯を支配したと言われる。五世紀中ように最初の前世紀を迎え、ガラエキアにとどまらず、ゲンアストリアス地方西部、ゲンカスティーラレオン地方西部とゲンポルトガルの北部にまでその半島は及んだ。四百四十八年、アリウス派の西ゴート王国に対抗して、ス末ビオーレキアリウスはカトリックに改修した。しかし、五十六年西ゴートに、シュトブラから、 ゲンポルトガル北端部を占領され、レキアリウスは囚われて457年、ポルトカでゲンポルトガル北端部で殺害された。一方、ガラエキアではマルドラによって新王朝が建てられて西ゴートの朝広国になったり、西ゴートと共存を図ったりし、6世紀末までその王朝を維持することができた。マルドラ王朝は純粋に末尾族であったのか、 若干根血しただけで、末尾の王権を主張したかは不明だが、後者の可能性が強いと考えられている。マルドラの子、レミムンデスは、再びアリウス派に回収したが、6世紀中央にカトリックの影響力が強まったことや、政党協議を報じるフランク王国や、東ローマ帝国との交流があったことで、再びカトリックに改修した。 576年頃から西ゴートの攻撃が始まり、最後のスエビオアンデカは西ゴートの王位継承争いでカトリックに改修したヘルメネギルドを応援し、西ゴートをレオビギルドに対抗したため、ブラカラとポルトカレを占領されて王位を剥奪され、王国は585年に滅亡した。また、イベリア半島へ移動しなかったスエビー族もいた。カール大帝のフライク王国に使え、 アレマン公国を築いたアレマン人が、スエビ族の一派とも言われる。彼らは、ライン川付近にある、南西ドイツのシュバーベーン、スエビの中から、英語では、スウェービア、仏語では、スワーブ、スイスのドイツ語圏、フランス領アルザスに定住しているアレマン語圏、ブドイツ語の一種の人々の先祖と言われる。タキトゥスの、ゲルマーニアでは、 ゲルマニア文化に属する民族として記載されているため、長らくゲルマン系として扱われていた。しかし、ゲルマニアは、後世に判明した事実とは異なる部分が多く、スウェビエの言及についても疑問が持たれている。タキトスより、後の歴史家、カッシウスディオは、ス末ビ人は、ライン側に定住するまでは、ケルト人と呼ばれていたと述べており、ケルト系民族であることを示唆している。 ガリア戦記によると、ガリア系民族からは、ゲルマン人の一部とみなされていたようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。